はい、皆さんこんにちは、山田です。96ですね、チャプター96のラボガイ、やっていくんですけども、今回コモンくんでねやっていこうかなと思ってます。ただね、理由、知りたいでしょ。理由があるんです、これはね、しっかりとした理由があるんですけども、こちら、はい、見てください。ポンって出しておくんですけど、この写真見てください。はい、ダダサバイバーですね、新チャプター予告、このシーンは何だと思うってことで、まあこれね、チャプター96の、このシーンだと思うんですけども、ここにね、コモンくんと、破壊の力を持ってるコモンくんが立ってるんですけども、おそらくこれは運営からの、これね、ヒントなんじゃねえかなと思いまして、あ、ちょっと待って。だから、こうですね。衣装もこう。衣装もこれです。はい。こうですね。これでございます。で、これでいけば、勝てるよという、運営からのヒントをね、得て、ただ俺が一番怖いのは、これをこの96から99をこの感じでやっていくと、次猫で、次こいつボルマーで、まあ、破壊の力いいんですけど、最後こいつ、つくよみちゃんで勝たらなんですよね。勝てる気がしない。まあというのはさておきね、早速やっていきましょう。はい、まあ事前にね、情報はもらってたんですけども、ちょっと待ってね。はい、事前に、うわ、めっちゃ音楽かっこいい。ペーパーマリオ RPG に出てきそう、この音楽。はい、まあ、事前にね、まあ、情報はもらってて、前に出した動画ですね。95、チャプター95の動画でね、96は序盤からきついですよと、言われましたので、マジかと思いまして、非常にちょっと、ビクビクしているんですけれども、まあ、早速やっていきましょうってことでね。ガーディアンを、やりましょう。一旦やりましょう。まあ、1回目は、ちょっと、負けるを想定、まあ、敗北を想定して、うん、死ぬにはいい日だ。今日は死ぬにはいい日だっていうイメージでね、やっていきますので。なんか、ゴーストくんが結構やばいらしくて、まあ、なんかよくわかんない。消えてますね。消えてるが、消えてるが、がの話で、まあまあまあ、今、まあ序盤はね、また言うてだと思うんですよ。やっぱり。言うてね。うん、わかんないけどね。わかんないけど、まあ言うてだと思ってる。ああ、これ今回、うん、クソだな、マジで。はい、来た。はい。毎回言うけど、破壊の力を持っている場合は、ドロン系必須なんで。はい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 、避けて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 。なんかね、鎧、甲冑、甲冑だったっけな、なんだっけな、アッションスペース。はい、オッケー。なんか甲冑と、やばい、スペースキャップス。甲冑とね、フィットネスガイドだったっけな、なんだっけな、が、なんか結構、いるっぽいみたいなこと言われたので、ワンチャン、あれでいく、ナイス。ワンチャン、あれでいきます。エターナルライト、ライトチェイサー、ライトチェイサー、ライトチェイサーで、これ負けたら行こうかなと考えてるんですけど、サツカーボールでもいいんだけど、ガーディアンをとっとと、ガーディアンちょっととっととね、進化させたい感は今のところ強い。うん、ちょっとガーディアンがないと逆にちょっとしんどいまであるかもしれない、これは。ガーディアン最速ですね、とりあえず。はいはいはい。まあ、フィットネスガイドは取りつつ、まあ、今回ね、クリティカル上げるやつないんで、コモンだからね。うん。さあ、まあ、序盤苦しいと言われてはいたが、まあまあ、まあ、序盤って言ったら、まあ、最初の5分だと思うんで、序盤はね。序盤、中盤、終盤があると思ってるんで、僕はこのゲームに関しては、序盤で苦しいよね。ちょっとね、怖いんですよね。構成のバケでしょ。ガーディアン以外は、ちょっと後回しっていうか、出たら、欲しいやつを、取っていくって感じでやっていきます。ちょっと一旦ガーディアンゲーにしますね。さあ、宝箱がなんか急に出てきた。なんで？倒した。俺、エリート倒した。エリート倒したの俺。でかすぎる、それは。でかすぎる、やばい。運が味方をしてくれてる。神が俺を、まあ、神様全然信じてないんだけど、神が俺を、俺に勝てよと言ってくれている、これは。雷発生器でいいかな。モジュールはちょっと今回スルーで。
ただ、ガーディアンがあと2回、来てくれたら、最高なんで、ただ磁石があるんで、ちょっと磁石の近くには行っておきたい。うん。さすがに、この状況で。あ、待って。あー、そういうパターンか。これ幽霊、これあれだ、これ貫通する、貫通っていうか、その、透明状態だったら、あの俺の攻撃、一切無効状態になってしてくるわ、これ。あー、なるほどね。道理で、だからきついのか、これ。いくら攻撃ガーディアンで、あれ、四方八方塞いだところで、意味ないんだ、これ。なるほどな。え、じゃあ、ゴースト出まくったら、済みじゃね？これ勝てなくない？まあ、ここら辺は多分大丈夫。ここら辺は平気。うん、あんちゃん、あんちゃん。はい、磁石トリーの、あー、ドローンにして、もう一個、ガーデン来た、嬉しい。もう一個、あー、もう一個、もう一個、次、次来てくれたらマジで助かる。来た。来てくれた、マジ助かる。マジラスカル。マジラスカル、本当に。これで多分幽霊以外は貫通できると思うんで、さすがにね。ただ幽霊がちょっとまだね、あの、仕様が俺まだ分かってないし、あの、他の方の動画もね、見てはないんで、ちょっと初見プレイしたかったんで。ただこれ結構今、いいね、磁石あるし。待って、これ結構今、いい調子じゃない？これクソ調子いいのでは、まさかの、ね、激安展開なのでは。皆さん。さあ、多分これで5分までは余裕で、耐えきれる。うわー、ゴースティング来ちゃったね。ゴースティング来ちゃって。どうなるこれ。いや、これ貫通してるよね。これ貫通してないの。あー、やっぱそういうパターンだよね。そういうパターンだよね。あの、余裕ですり抜けてくるパターンだよね。だから次に、進化させるべきは、ドローンですね。体を見せた瞬間に、しばき回すっていうムーブをかまさないといけないんで。うわー、これ確かにこれきついかもしんない。うわー、これ見えないのうざいね。見えないのうざい。あー、磁石取っちゃった、間違えて。うひょー。はい、ドローンして、ドローンして、ちょっと破壊の力を後回ししますね。うわー、これむやみやたらに動けないの鬱陶しいね、これ。むやみやたらに動いてんだけど今。あー、死ぬ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 。なるほどね。あ、破壊の力が通用しないってこういうことだったのね。なるほどね。ここで一回死ぬかな、俺。ここで、ノーダメでいければ、いいんですが、あ、でもこいつノーダメでいけそうだな。油断さえしなければ、油断さえしなければ絶対いける気がする。油断すんな。はい、磁石取ります。磁石取って、はい、HP 回復できない。爆弾取って処理します。はい、OK。磁石取ってカエル死んじゃったから、肉、上待って、やばくない？うん、やばくない俺。いや、絶対勝てって神様言ってるよ。信じてないけど。ありがとう、神様。信じてないけど。祈らないけど。祈りはしないけど、ありがとう、神様。お礼は言っとく。祈りはしないけど。さあ、これで結構盤石なのでは。いいね。うわ、でもちょっと待って、強力銃弾。ちょっと期待感はある。強力銃弾取ります。まあ、正直多分これ、うん、幽霊以外はね余裕だと思うんですよね。エナジーキューブ取っといて、今回はね鎧も取っていこうかなと思ってるので、ちょっとね、あの、あれ、うん、鎧、あ、でもちょっと待って、鎧取ってで、フィットネスガイド取るから。で、が、あー、そっか、サッカーボールが出ないのか。まあ、あれですね。もう一個は、あれかな、ミサイル取ろうかなっていう感じですね。うわ、クマ来た！クマくんの？ここに来てクマくんの？マジで？いや、いや、クマより鬱陶しいキャラ来ちゃったんだよね。幽霊がちょっと今回やばいぞ。クマ、やばい、これ、嫌いな雑魚的ランキング、これ、更新だぞ、これ、ワンチャン。幽霊、多分、トップ3に入ってくると思うよ、これ。トップ3どころか、青トカゲくん、トップ、あの、3位に落ちかねない、これは。あの、俺のうち、こっち側の攻撃無効は、無効時間があるのは、ちょっときついもんがある。
はい、はい、破壊者として。まあでも、うん。でこう考えたら、クマも言うてまだ余裕だわ。鎧取っといて、鎧とフィットネスガイドがマジで重要って教えてくれたんで、わかんないけど、もう99まで行っちゃってる人に教えてもらったんで、それは有力な情報、本当にありがとうございます。ミサイリングにしといて、カエルはね、死なせちゃダメなんですよ。経験値が取れなくなっちゃうから。まあまあ、でも、多分7分あたりからまた、あれ、幽霊来ると思ってるんで、ちょっと、磁石は近くに置いときたい。まだ取らない。磁石は。多分来るよね。7分経って、まだ来ない。まだ来ないか。あー、来るよね。来るよね。来るの知ってたんだよね。あー、きついね。うわ、これちょっと確かにきついね。中盤がだいぶこれ、死にかけたらすぐ磁石取ります。死にかけたらすぐ磁石取って、この無敵時間のマジで鬱陶しいな。オッケーオッケー。あ、でもいいよいいよ。あ、いい、いい感じいい感じ。いい感じに500体倒してくれてるから。やっぱ破壊者いいね。破壊者がとってもいい仕事してくれてる。遠距離ガーディアンでやって、あー、取ります。死にたくないんで。フィットネスガイド出てきたんで、フィットネスガイド取れます。はい、とりあえず破壊の力で、エクリプスをノバしてれば、あ、でもしててもダメなんかな。しててもダメなんですかね、これ。エクリプスをノバで、ロケット、はい、レンガ、ロケット、ちょっと待って、ちょっと移動します。ちょっと移動して。はい、磁石近くにある。いや、で、肉も近くにある。これは勝つぞ、みんな。見とけ。絶対勝ってやっから。こいつらは本当に平気で。何も気にしなくていい、こいつらは。ただの経験値。むしろ味方です、こいつらは。まあ、あとはボス戦がマジで、銃弾系ですね。本当に銃弾系の奴らが来なければ、一応大丈夫ではあるんですけど、どうせこれまた9分になったら、おそらくゾンビとね、ゴースト多分来るんで、幽霊くんが。さあ、どうだ ?9 分になったか来るか幽霊は来てないが、あ、来てんな、やっぱり。やっぱ来ますよね。そして、こいつ、いいね、オッケー。はい、取って、3つ来い。1個、まあ1個ね、しょうがない。さっきまでがクソ調子良かっただけだから。さあ、こっからちょっときついと思うんですよね。こっからちょっときつくなると思うんで。さあ、1分、まあ1分ぐらいやったら耐えきれると思うんですよね、俺は。さすがに、きついといえど。いや、てかね、出だしのね、ガーディアンがね、速攻でイボルブできたんで、それがマジで今回でかいんじゃないかなと思う。さあ、ただね、これ終盤が本当に本領発揮してくるゲームなんで、終盤の10分から15分のね、その間よ。その間がどんだけ死なずにいけるかっていう感じですね。だボスにまではね、死なずにいけんじゃねえかなって思います、俺は。とりあえずこれでいきます。とりあえずね。お前かー。はい、逃げて、ロケットしといて。わあ、まあ、本当の変な攻撃しないでほしいんだよね。変な攻撃。ヘンテコな攻撃はしないでいただきたくて、ヘンテコな攻撃だけはしないでいただきたい。でも半分いってんね。あ、オッケー。これは大丈夫。これは絶対大丈夫。油断さえしなければ絶対に大丈夫。はい。よく見て。はい。ミサイル全部避けて、はい。飛んでも避けて、はい。この変な、ピンクの弾も避けて、このまま、はい。オッケー。はい。完璧。勝ちます、これは。皆さん、これ勝つよ。噛んじゃったけど。はい。オッケー。で、磁石、あー、ちょっとミスってんだよな。雷発生器取って、雷発生器。これ、強力銃弾は、最後かな、とりあえず、ここでまた、居残りします。いや、本当、俺、このメンツで来て正解だったんじゃないの？運営が出してくれたあの写真、うん。コモン君と破壊の力で。いや、多分そういうことだったんだよ、やっぱね。これでやったら、ある程度楽に勝てますよ、と。そういう暗示だったんじゃないかな、と。うわ、熊と待って、熊とそれはやってる。熊と、幽霊の融合技はやばい。それは聞いてない、俺は。ちょっと待って、宝あるんで、宝取り行きますね。はい。オッケー。3つ。1個かー。ここに来て1個は、ちょっと、でかいな。ここの1個ちょっとやばいな。ちょっと肉取って、はい、肉取ります。
まだ近くに肉あるんで、まだまだ平気、まだ安心してられる、大丈夫、まだこれは平気、うん、全然心臓バクバクしてないから大丈夫だ。さあさあさあ、はいはいはい、待って、はい、オッケー、倒した、はい、倒して、オッケーオッケー、3つ、1個かー、1個なのかー、きついなー、1個は。さあ、幽霊も出てきつつ、銃弾系は平気なんだけど、幽霊がちょっとやってんだよな、これ、押し込まれて幽霊が、幽霊押し込まれちゃうパターンで、こいつら来ちゃうんだよね。エクリプスのノアで、あれしてるといえど、衝撃波でシールド貼ってるといえど、やっぱ、来るな、やっぱえげつねえな。さあこっから、磁石探しの旅に出る羽目になってしまったわけなんですけども、こういう時に限ってね、磁石がどうせ近くにないんだよね、どうせね、俺は知ってる、どうせないんだよね。だから、あー宝箱出てきたね、たか、あー死ぬ、次あれしたら、まあ1個か、1個きついな、3つ来てほしいんですけどね、3つはちょっと来てほしいんだけどな、見すぎてくんないのきついな。ただね、まだ一回も死んでないっていうのはね、アドバンテージ、もらってるんで、アドバンテージって言うんだっけ、これ今。なんて言うんだっけ。まあ、有利もらってるんで、あった磁石、でかい。取り行きます。っていうか、近くにいます。で、爆弾も近くにあるし、肉も近くにあるんで、磁石2つもあるやん。最悪取っていいな。これ死にかけたら取れますね。あー、もうちょい耐えたら、取りますよ。もうちょい耐えたら取りますね。この、無敵時間が解けたら取りますよ。解けた、はい、取ります。攻撃力上げて、だけか、2個か。まあ、そんなうまくはいかないよね。まあ、攻撃力上げてるんで、速攻で敵は倒せるとは思うんですけど、あと5分、あと1分、あと5分だよ、あと1分。うわ、こっからきつくね、やばくね、大丈夫かこれ、これ大丈夫か、意外と大丈夫か、これ、意外と大丈夫な気がする、みんな、意外と幽霊大丈夫な気がする、そんな押し寄せてこないで、こいつら、足遅いんだ、足が遅いからそんなにだ、こいつら、ただこれ、多分あんまり動いちゃうと、一気に食らっちゃう気がするから、これ幽霊が透明状態は幽霊も攻撃できないんですかね。それだったら嬉しいんですけど、でもなんかそんなわけないよね、攻撃してくるよね絶対ね。ただまだ俺一回も死んでない、俺、強くね、96、待ってマジで、96、待って、全然余裕なんですけど、マジで、はい取ります。うわー、お前嫌いなんだよね普通にね、うん、お前本当に嫌いよマジで。受けるダメージ減らします、受けるダメージ減らします。多分火力は足りてると思うんで、受けるダメージングを減らしつつ、肉を近くに置いときながら銃弾を避けつつ、銃弾をうまく避けつつ、いや大丈夫、まだ俺だって一回も死んでないんだよ、俺まだ一回も死んでないんだよ。ここでお前負けるわけないじゃん、絶対に負けるわけがない、こんなところで俺が負けるわけがない。何これ、何の攻撃してんのこれ、敵何の攻撃、分かもう見えなくて分かんない、どんな攻撃してんのこいつ、全然ダメージあった、全然食らってないでしょ俺、全然食らってないんだよね俺さっきから、どこ、何が起きてるか分かんない、何が起きてるか、肉取ります、肉取って避けて、あ待って、これあれか、鎧のおかげか、これだいぶ、これ鎧のおかげじゃね、あ、これ勝ったって 100%。これ 100% 勝ったよ、これ。100% 勝った、みんな。みんな 100% 勝った、俺。あ、死んだった。100% 勝ったよ、俺、マジで。絶対勝った、俺。絶対勝ったもん。ほら。絶対勝った。はい、ありがとうございます。はい、96、余裕で勝ちました。ありがとうございます。あ、よかった。言われてたほどではなかった。俺の個人的な、もっとえげつないものかと思ったんで。よかった。いや、意外と勝てたわ。うん。なんか、序盤からきつくなりますよって言われてたんですけど、まあ、多分ね、ガーディアンが、速攻で、ディフェンサーにできたのが、多分、大きかったんじゃないかなと思ってるんで、まあ、ちょっと運が良かったですね、今回は。宝箱で5個、2回来てくれたので、それがでかかったんじゃねえかなと思いますね。はい、じゃあ次は97ですね。追いつきますよみんな。
99いってる人追いつくからね。待っとけよ。おしまいです。さよなら。